ちょっとじゃあさ、カメラに向かってさ、自己紹介を。いつものやつ。すごい雑じゃない。いつものやつがさ、みんな生で来たやつ。どうも、やつ。俺もいつものやつあるから。コラボレーション。そうそうそう。コラボレーション。ちょっとじゃあみんなこっちから見る。こっちから見る。なんも恥ずかしいんだけど。本当、俺みんなの前でこうセリフ言うの初めてだ。俺も普通にこっちで来たやつ。だからバースのケイタです、はい、エスミリアスリートのユウスケです、でベンチプレスが生で強くなりたい仲間のみんなバースのケイタです、エスミリアスリートの鈴木ユウスケです、ベンチプレスが生で強くなりたい仲間のみんなへLadies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop.The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. We're back from the dead.ファーストのケイタです。ベンチプレスが生で強くなりたい仲間のみんなへ。今回はですね、まあ題名だったりとかサムネだったりとかですね、まあここで結構気になった方多いんではないでしょうか。ファーストリミットに、長野県の BAB 代表の鈴木祐介選手が来ていただけるということで、今まだ僕実は東京にいます。明日弾丸ツアーで僕もファーストリミットに戻ります。で、なんかすごく変な気分ですよね。ずーっとバーストリミットで練習して、自分のジムですよね。なんか自分のジムにベンチプレスを意気揚々と楽しみにしてやりに行くっていう、なんかすごく新鮮な気持ちです。はい。合同練習という形でやりますので、生で、まあ、ゆうすけくんの世界一のですね、ベンチプレスを見たり、世界一の体を見たりですね、メンバーにもいい刺激になるんではないかなと思っております。もちろん僕にもいい刺激与えてもらえるはずです。なんとか僕もね、少しでもいい刺激与えたいななんて思ってるんですけれども、まあちょっとそうはいかないのかななんかいろいろ頑張ってみたいなと思います。まあとにかくまあ久々に会うので楽しみです。この間の世界大会の成田以来なんですけれども、成田の時は鈴木祐介選手は日本選手団の団長をやっておりましたので、すごく多忙でなかなかこうゆっくり話したりとかする機会もなかったので、極力大会の時はですね、一緒にご飯食べに行ったりとかでゆっくり話す時間を設けてはいるんですけれども、なんせかんせやっぱりね、なかなかお互い忙しくて、そういう機会も今まで恵まれなくて、そんなこんなで明日ですね、意気揚々と我がバーストリミットに僕も練習しに行きます。ではまずは明日早朝出発です。到着ファーストに到着しました。1週間ちょっとぶりぐらいですかね。今まだ5時なんで、あと2時間ぐらいしたらゆうすけくんが来るはずなんで、僕はちょっと一足先にですね、ジムに到着して、今せっせとちょっと、いっぱいザッキーが頑張ってくれた掃除をプラスアルファ僕ちょっと掃除してます。嫌味じゃないです。はいこれからいろいろ準備します。わかんない。おいやっと来たよ。3年越しで3年越しでやっと来たやっと来れた。準備です。まだ隠してる。感じやね。痛すぎてね。めっちゃ振りだ。向こうでゴールドで3回ぐらい触ったか。おお。でも130ぐらいしか触ってない。おっぱい取れるんですね。やばいよマジで。集中されてる。俺の時誰も見てくんない。カツヤの時あんな笑われてる。カツヤとずっと目が合うんですけど、これ。はい。なんか食ったんだね。そうなんだ。
割れた。マジで無理探すな。マジで。バンバン寄ってくるもん。はい。え、私ですか。やらないです。いいよ。全員参加で。全員参加のベンチプレス。最近はどう？リハビリしてたから。なんか大胸筋やった。こっちまた切れちゃった。原因は何だ？ワイドやるスピードね。大胸筋に深く立てる。ダメなんですよ。だから3週間でダメになるんだけど、世界で3週間で、はいはいはい。遠くなった？ついてるよ。もうこれ以上つかないよ。ケツ。そうやってね、みんなして俺のことバカにするんだ。ユウスケ君の時みんなこうやって見てんのよ。俺違うもんな。ちょっとサンドがでかすぎるね。ルリアン赤だわ、赤。これは赤だわ。この真ん中のラインあるね。で、後ろと前、3つイメージあるんで。第一段階の足ってここ。はい。まあまあ、第二段階が後ろ。第三段階で真ん中なんだけど、ほとんどの人は前だけ。うん、やや上手いなぐらいの後ろ。で、ちゃんとできてる人は真ん中の足がずっと崩れない。うん、崩れない。上げるときにシャフトを握り始めた時点でこうシャフトこっち転がってるんですよ。こっち転がっていってるけど、パーの軌道はこっちにしたい、みんなこっち斜めにしたいけど、こっち転がっていってるから肘が開いてきて、ここで終わっちゃう。でそれがリバースないんで、はい、そうレギュラーと違うのはもうグリップの形なんですけど、うん、要は肘の位置がキープしやすいんですよ。レギュラーは例えば小指で握るじゃないですか、うん、で、回線かけて、で回内かけて肘の位置を止めて下ろしてくる時に肘って絶対開こうとするんですよ。でそれをいかにこう開かないか、キープしなきゃいけないんですよね。で、ナローですらこう、Y だったらもっと、うん、もっとキープ しづらい。で、リバースのいいところって、まあ、いわゆる小指ナローの形、肘の位置って、下ろしやすいじゃないですか。下ろしやすい。うん、でも上げるときにちょっとこじっちゃう。この肘の位置って下ろしやすい位置で、手幅をワイドにできるんですよね。肘の位置を変えずに。ワイドにできるんで、手の位置はここで、肘の位置はナローのやりやすいところのいいとこ取りになってくるから、そこでちょっと練習して肘がとにかくぶれないように練習していける。で肘が、まあ、トップとボトムがあって、このラインを一直線につなげたいっていうのはもう間違いないですよね。最短距離でつなげたいんだけど、まあ、その最短距離を再現するためにどうしてもこのファーの真下に肘がこう開いてきてしまう、うん、でもベクトルはこうなのに肘はこういうベクトルいってるとちょっともったいないです。最短距離を通ってない。そうです、肘は最短距離でございます。手が最短距離を通ってるんですけど、そこがもったいないんで、要は押してるベクトルに肘を乗せたいんですよ、ね。うん、でそれができるとスムーズにするっていう。 そこが結局一番出力の高い部分だよね。そこの楽な肘の位置っていうのを絶対取れるんで、これ、うん、逆にこう肘開けないから、うん、肘を入れ込む、肘をちゃんとバーの下に入れるっていうことがちゃんとできる、うん、バーの下っていうのは真下じゃなくて、うん、このベクトルのこのライン、ラインね、の間に肘をしっかり入れられるようになる。一番持ちやすい手幅あるじゃないですか、うん、
俺の場合クロースなんですけど、うん、ほぼほぼここでくるんって返すんですよ、はいはいはい、ここでくるんって返す、うん、そうすると大体小指ぐらい、うん、だからこれが小指の人は若干外行くかもしれないです、うん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 、肘の位置がここで変わらないんで、これで、うんうん、このバー、肘と骨の距離が、うん、これ単純にワイドにしちゃうと遠くなっちゃうじゃないですか、うん、でそれをこうやって詰めるじゃないですか、はいはい、これをしなくていいんで、うん、この形で、うん、であとはこの小指と親指結んでできる溝にこうはめれば、うん、でここではめて、あとは必ずそのバーのラインってこう斜めなんで、最初に斜めに刺すんですよ、うん、斜めに刺した状態で作っていって、はいはいはい、でこの斜めのイメージで下ろしていきたい、うん、あとはもうこのレギュラーの場合はここの手のひらの台を水平にするんですけど、うん、リバースの場合はここの親指のラインだけ水平保ってればいいんで超簡単ですけど、うんうんうん、こじれないんで、うん、こうだとこじっちゃうんですけど、うん、バーを握った時点でこれ手のひらの形も決まってるし、水平も取りやすいんで、このまま下ろしてくればいいです。で、多分、達也もそうだし、後ろの子もそうなんだけど、バーの乗せてる位置が多分この辺。バーの重さ感じる位置がこの辺。で、ここだと、肘ここでしょ？で、今感じてるのここでしょ？もったいないじゃん。このギャップがもったいないけど、リバースは絶対ここまでちゃんと感じられるから、肘がここに来るように座ってくれる、そこの感覚でちょっとアップしていって、でそこの感覚を逃がさないようにレギュラーの方にちょっとこう移っていく、移行していく、移行していく、繋げていく、まあ、肘の動き、肘と手の位置と背中と肘の位置、うん、でその背中と足の位置、うん、が全部こうリンクするんで、ちなみにさ、高重量をやっぱり攻めていった方が体に入りやすい。いや、そんなことない。低重量でも、低重量ひたすらやってても、ひたすら60の 10×10 でいいと思います。全然、はい、感覚としては、はい、いいかな。まあ、その例えばリバースの方で鍛えれる筋肉とかっていうのはやっぱり高重量のはいいけども、感覚としてはっていうのは、感覚だったらもうアップで入れてきゃいいわけですよ、うん、全然低重量で OK、はい、うん、で、まあ、レギュラーに比べてクローって、リバースは、うん、ここのリップレーキない分下まで降りるんですよ、うん、ボトムは強くなる、うんうんうん、ボトム強くしたいんだったらある程度の重量はあった方がいいかもしれない、うんうんうん、こうです、こう台下に置いて、ここの台水平のまま下ろしていて、ここを下ろしていて、ここを押して、ヒッピングしておきます。今ここで押してるじゃないですか、ここで押してるイメージ、はい、斜めで死んだよ、斜めで45度に押してるイメージで、そうそうそう、でそこからここを一体にしたい、そう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 、そう、締めたい、そうそうそう、で伸ばしきった方がいいですね、端かな、端かな、うん、上になって、こっちに来てね、まあ、足の作る強さで、センスそのリハビリみたいな出たい、うん、センスの花、リハビリのイメージです。ポートをちゃんとしてるして、肘がちゃんと動いてる、リバースでやった方がいいんじゃないでも動きは、逃げ場おかしいと思う、反映する、反映します、これ間違いないです、こっちが強くなったら、はい、でもこっちが強くなったらいいんじゃないですか今、うん、いいんじゃないですか、評価される人が違うレベルがする人が違うユースケに言ってもらえたらまだベッドしてたのに、ユースケに言ってもらえたら俺だけのもち、はい、というわけで今東京に戻ってまいりました。札幌の滞在時間約13時間ぐらいですね、まあ、練習したのがだいたい3時間ぐらいですね。本当に楽しい時間っていうのはあっという間だなと感じました。移動もハードだったんですけれども、みんなからですねすごくいい笑顔といいエールといろいろパワーをいただきましたので、本当に今は幸せな気持ちでいっぱいでございます。今回ですね、まあ、少しの時間だったんですけれども、本当にまあ来ていただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいです、はい、で僕もですね来てもらうだけではなくって、まあ、いろんなジムだったりとかいろんな地域にですねどん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 活動的にですね行ってベンチを伝えたりですとか、あの僕のスキルを少しでもちょっとレクチャーできればななんてすごく思っております。まあ、もしですねその時僕にお会いできた際はぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ではファーストのケイタでした。